フライホイールフライホイールは回転系の完成モーメントを利用した機構に用いられる機械要素の一つである。日本語では弾み車、弾み車という回転機構の回転速度を安定化させる用途や回転の運動エネルギーを利用する用途、角化速度を与えた際の反力を利用する用途に用いられる。フライホイールは重心に回転軸が通った完成体で 完成モーメントの大きさは組み込まれる機械に応じて設計される。機械の回転速度を変化させる際、その回転系の完成モーメントが大きいほど必要なトルクは大きくなるが、わずかなトルクの変動で大きな角加速度が発生して、回転速度が短時間に大きく変化する回転系の場合でも、フライホイールによって回転系の完成モーメントを増やすことで、 回転速度の変化を緩やかにする。クランクとコネクティングロッドを組み合わせて往復運動を回転運動に変換する機構においてはフライホイールが組み合わされる例が多い。この機構はクランクとコネクティングロッドが平行になる位相すなわち視点では往復運動の動力が伝達できなくなる。回転系の完成モーメントによって視点においても回転を続けられるが、 より滑らかに回転を安定させるためフライホイールが組み合わされる。あるいはフライホイールを回転させることで運動エネルギーを蓄えて別の機械要素にトルクを与えるエネルギー源として利用する構成もある。機構の回転を安定化させる他にも機能を持たせる場合があり、形状は円盤内視回転体を基本として他の部品を固定して回転させる要素や歯車。 手で操作する際に破棄するための要素を持つものがある。ありがとうございます。